須崎市外須崎市外から見る国造山須崎市は高知県の中部に位置し太平洋に面する市である。市内を流れる新城川には日本カワウソが生息している痕跡が近年まで報告されており市民検証には残そうカワウソの町須崎と謳われている。また、須崎市日本カワウソ保護基金条例を制定し市を挙げて日本カワウソの住める環境整備に取り組んでいる。 須崎市中心部周辺の空中写真。2016年11月12日撮影の29枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。四国カルストの南部に位置し、地域の大半が山林である。海岸線は複雑に入り組んで折裏の内湾や須崎湾といった深い入り江となっている。 定数15人、任期2018年11月13日から2022年11月13日、須崎警察署須崎黒潮病院須崎郵便局、飲みのワン住友大阪セメント、高知工場須崎駅前商店街須崎駅、須崎東 TV ー裏の内湾を走る、市営巡航線市内には、空港はない。最寄りは、高知龍馬空港。中心となる駅、須崎駅大前寺なる。 無人者送電山行き割桜鍋焼きラーメン。ありがとうございます。